どうも、ヤッホーヤッホー、キュウリだよキュウリ、ありがとうございます。竹山さんとありがとうございます。そう、ご飯を作ります。と私とお母さんもうすでにお腹が空いているので今からよろしく。長いから、ありがとうございます。こんにちは、あんかそば。今日はスイートポテトじゃないんだけど、そうそうそう、バウチさん、タコさん、ありがとうございます。もうお腹が空いているので、私とお母さんは今からコロッケと、まあ余裕があったらゴーヤサラダもう普通に今から夜ご飯を作ります。朝から朝ご飯食べて以来ご飯食べてないので、もうお母さんと私は腹ペコなんで、今から作りたいと思います。白い恋人さん、バラありがとうございます。ありがとう。そう、コロッケ作る。そう、コロッケに最近ハマってしまったというか、お家でコロッケ作ったら美味しいってなってしまったので、そのコロッケを今から作りたいと思います。さて、結び、そう、今日はね、髪の毛邪魔になるかなと思って二つ結びしてみてます。こんにちは、こんにちは。お昼ご飯、そう、お昼ご飯はなんとなくなんかお腹空いてなくて食べてなかったんですよ。うん、あ、やっと電子レンジちゃんが静かになった。あんまりね、そうそう、コーンは入れない。コロッケ、もう本当に普通のコロッケ、一番ノーマルなコロッケ作ります。ニワレスさん、50単価にありがとうございます。初めて、初めて。パパさん、ハートありがとうございます。ただの魚さん、とってありがとうございます。しんじいちゃんさん、レインボーの星ありがとうございます。エプロンしてるよ。パウチさん、花束ありがとうございます。マークさん、51個終了ありがとうございます。そう、コロッケ作る、AO って言って初めてコロッケ作るな、ドキドキ。そうね、テロップ書かなきゃ。テロップ、テロップ。コロつけ、作ります。すごいシンプルだけど。こんにちは、こんにちは、どうも。よいしょ、風が強い。そしたらまず最初に何をするかと言いますと、玉ねぎを切ります。コロッケはちょっともうまあ大体温まってるので、これゴミ袋にして、まず玉ねぎを粗みじん切りにしていきたいと思います。レッツゴー。これ1個使います。まずテレップして、こんにちは、こんにちは。何個作るよ、何個だろうね、これ10個ぐらい。そう、食べれなかったら冷凍します。揚げずに食べる分だけあげて、食べない分は冷凍します。高田さん、ファイト、ありがとうございます。キュウリで、キュウリで、パパさん完了しました、ありがとうございます。とりあえず玉ねぎ1個を粗みじん切りにするよ。こんにちは、こんにちは。そう、結構たくさん、かなりたくさんできます。もしね、食べきれないよって時はもうね、便利な冷凍という手段があって、冷凍してまた今度食べる時にあげるっていうことをします。ごちゃん、50から来たね、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。
みじん切りにします。まだ切ってすらないけど、うん、できた。粗みじん切りにしていきます。えいえいえい、洗ってきたよ。あた、カンタさん50巻とかにありがとうございます。こんにちは、こんにちは。まず両端を切って、よいしょ。そっから粗みじん切りをしていきます。もうね、粗くていいんですと思ったら、もうどんなやり方でもいいと思って切っていきます。あんまり上手にみじん切りはできないんだけど、まあなんとなくでいいかなと思っていつもやってます。そして自分のこのやり方が合ってるかもわかんない。上だけくっつけて切り込み入れて、こっちに切り込み入れていつも切ってます。最後ら辺はちょっと本当にあらあらのみじん切りになっちゃうけど、まあ、切れたらいいんです。胃に入ったら一緒。てるてるてる。そう、なんかね、コンタクトしてるときはあれです、涙出てこないんだ、あんまり。そう、目が悪いからコンタクトつけてるんですけど、普段あれなんですよ、コンタクトつけてる時に玉ねぎ切ったらあんまり涙出てこない、というか基本出てこないです。あ、すごい音が鳴った。そうなの、だからね、そう、今はコンタクトしてるので無敵です。もうわかんない、たまたまですね、私がコンタクトつけてる時に切る玉ねぎが涙出てこない玉ねぎだけかもしれないけど、そうあんまりコンタクトしてる時に涙出てきたことないかな。もうワンチャンゴーグル代わりになってるのかなと思いながら、どうなんだろうね、たまたまなのか本当にそうなのかはよくわからないです。ただの高田さん、50個ちゃん完了しました、ありがとうございます。わかんないね、たまたまかもね、たまたまかもしれないね。この玉ねぎがたまたま涙が出てこない玉ねぎなのかもしれない。でも冷やすといいって言いますよね、なんか冷やすと涙出にくくなるみたいななのは聞いたことある。ありがとうございます。ありがとう。で、冷やすとか、なんか菜箸をね、口にこうやってふん踏ん張りながらやったら涙出ないっていうのも聞いたことある。すごい、玉ねぎ切るの楽しい。今日割とみじん切りがスムーズにいってるから玉ねぎ切るのが楽しいです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。
とうございます。そう、おかげさまでコンタクトのおかげか玉ねぎさんのおかげか涙は出ません。うん、玉ねぎ終わり、粗みじん切り終了したらフライパンにもう早速ね玉ねぎと合いびき肉をね炒めていきたいと思います。コロッケ作りどのぐらいできるんだろう、私もやったことないからわかんない、初めて作るんだ。一番大きいのこれ、中ぐらい、これに、まず合いびき肉を入れて、合いびき肉を炒めてからの玉ねぎを炒めます。ちょっとじゃがいもは今ね、なんて言ったらいいんだ、ふかしてある、スチームレンジでふかしてある状態なので、じゃがいもはもうちょっと後から取り出します。ただの魚さん、ありがとうございます。フライパンを温めましょう。そう、お肉が先に。このフライパンは何だろうね、キファールさんではないね、じいちゃんさん、花束ありがとうございます。フライパンを温めます。パーン温まるまでちょっと待ちましょう。お肉はね、100g 使います。Jさん、ハート100個、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。合いびきミンチ 100g をフライパンにね、置いて炒めていきます。温まってきた、もういい、ポンです。合いびき肉 100g を入れます。あったかくなったフライパンにイン。油が透き通るまで炒めるだそうです。油が透き通るまで炒める、ちょっと私もこれはわからない。さかなさん、ひなたばありがとうございます。571日、ありがとうございます。ありがとう571ね、油が透き通るという私もよくわからないけど、まあ、とりあえず火が通るまで炒めます。合いびき肉さんに火が通るまで、合いびき肉さんから出るね、油が透き通るまでってことだね、だそうです。のんびり炒めていきましょう。そろそろいい感じかな、よっと思って油が透き通ったと思ったら、お肉さんだけ抽出します。違うお皿に、
スムーズにできる人は多分きっとねフライパンの火は止めなくてもいいと思います。よし、弱火で炒めるよ。レッツラゴー。あ、やばい、玉ねぎが踊ってる。玉ねぎが自分の意思で動いてる。落ちてしまった。弱火で玉ねぎがきつね色になるまでかな、炒めます。のんびりのんびり弱火で炒めます。ん、小屋もまだいた。炒める、弱火で炒める。しばらく放置という気持ちで、なんか弱火の方がなんて言ったらいいの、甘いんだって、甘さが出るんだって。玉ねぎの初耳でした。初耳がきつね色、飴色、どっちだろうね、どっちでもいいのか。こんにちは、こんにちは。よし、結構かかりそうだからゴーヤ切る。違うこと始めちゃう人。すごい結構ね、かなりの弱火で玉ねぎ炒めてるので、きっとまだまだ時間がかかると思うので、ゴーヤサラダを作りたいと思います。お家で採れたゴーヤ、まだね、うちのね、お家のゴーヤはね育つんです。すごいよね、長いよね。ゆっくりゆっくり。ゴーヤサラダを作りたいと。ちょっと切れてない玉ねぎ見つけちゃった。そう、ゴーヤね、まだね育ってくれるんです。長いですね。大丈夫かな、本当に私粗みじん切りだけど大丈夫か。気にするなということで、マサラキさんハートハート、ありがとうございます。そしたらゴヤを半分に切ります。よいしょ、わー、赤い中が熟れてきてるね。まあ全然ここの部分は取っちゃうんでお気にせず、このゴーヤは中の綿の部分がとっても苦いので、ここの綿の部分を取り除きます。スプーンとかでくり抜きます。ペッペッペッペくり抜いていこうという。うん、くり抜き、くり抜き。ゴーヤはねそのまま食べるとかなり苦いので、サラダにするときは一回茹でます。そう、
他に人参も入れるんだけど、人参とレンコンも入れるんだけど、レンコンも茹でる？人参、レンコンも茹でます。茹で茹でしてから、まあ、ゴーヤの中の綿は結構苦いので、しっかり綿を取りましょう。そのまま食べてもね、結構苦いので。とりあえず半分終わり。ちょっと待ってね。こっちがくり抜いた方、こっちがくり抜いてない方、両方同じ風に綿をくり抜きます。中の綿と種、こっちと同じようにこっちもくり抜きます。まだ玉ねぎは時間かかりそうなので、ゴーヤしたか、玉ねぎはまだ割と時間がかかりそう。へい、くり抜いていこう。中身は苦いですね。綿の部分が苦いです。まあ、食べれないことはないんですけど、ジェイさん、だるま100個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。玉ねぎはね、かなり弱火で炒めてるので、結構時間かかりそう。最近ゴーヤサラダに初めてレンコンを入れて、すごく美味しいことに気づきました。ぜひ皆さんもゴーヤサラダを作る際はレンコンを入れてみてください。おすすめです。あ、ごめんなさいね、めっちゃ美味しかった。よし、終了。ゴーヤの中の綿取り終了です。これをこのままポンポンポンと切っていきます。茹でたら苦味は、まあそんな、なんか茹ですぎるとなんか栄養っていうのかな、なくなっちゃうんだけど、ある程度茹でる分には苦味が少し抑えられるかな。なんか最高になんか全ての苦味が消えるわけではないです。これをこんぐらいに切っていきます。こんぐらいの幅に全部ゴーヤさんを切っていきます。白い恋人さん、ハート100個ありがとうございます。レンコンを入れます。茹でたレンコンをゴーヤサラダに入れます。まあ、茹ですぎず、まあ、茹でないのもありだけど、茹でなかったら割と結構なんか苦味が強いサラダになっちゃう。苦くない方が食べやすいと思います。玉ねぎはまだかかりそう。ポーチ、コロッケは本当に一番あの王道なやつを作るので、きゅうりなどは入ってません。
苦いのが好きなら全然茹でなくてもいいと思います。音がね、いい音鳴る。木のまな板？木のまな板を使ってるので、すごいちゃんといい音が鳴る。マリコだよ。玉ねぎはね、大丈夫、まだきつね色にならない。あめ色？ゴーヤはやっぱサラダが一番好きかもしれない。食べ方、ゴーヤの食べ方だったら本当におすすめ。ゴーヤ苦手な人でも食べれる気がするぐらいめっちゃ美味しいゴーヤサラダ。全部切り終わりました、ゴーヤちゃん。そしたら、なんて言ったらいいの、塩を振りかけて揉んで放置しばらく放置します。完成です。ゴーヤスープ、ゴーヤスープまだ出会ったことないかも。そんなの。ちょっと皆さん、お塩とゴーヤさん仲良くしてもらって。しばらく放置します。ちょっとお手で洗います。玉ねぎ半分もスライスします。スライススライス。すごい、これは薄く、これもゴーヤサラダに入れます。こう切り？こう切りか、こう切り？ほらほらほら、なんでもなる。こういうことかね。玉ねぎも薄く。玉ねぎは茹でないので本当に薄くスライスします。はい、ゴーヤ放置中は他のゴーヤサラダに入れる他の野菜を切ります。玉ねぎを薄くなれと思いながら薄く切っていきます。薄くなれー。
薄くなれと思いながら切っていきます。まあ、なんとなく薄くなったでしょうと思ったらやめますおしまいですすごい玉ねぎが何回も出てきて紛らわしいんですけど、サラダ用の玉ねぎにも塩を振ります。塩を振ります。そして揉んで放置、塩もみして放置します。あららりららん、あららりららんららんという気持ちで、玉ねぎも塩もみしたらゴーヤとともに放置。人参を切ります。取れない。人参をこれまた薄く切って薄く切ります。あ、結構玉ねぎがいい感じになってきたかも。火切る？もうよき。これで玉ねぎ終了。コロッケの、そしたらまたこれまた別のお皿に吸出します。ん？違う、嘘ぴょーん嘘つきました。と玉ねぎが飴色になったら、今こんな感じでいるんですけど、ここにひき肉を戻します。さっき炒めたひき肉を戻します。さあさあさあ戻りなさい、あなたたちの居場所へ。嘘ついてしまった。戻したら火を弱くします。そしたらナツメグ、塩、胡椒それぞれ大さじ1/2入れます。ごめん、小さじほんとだ、すげえ。まず塩小さじ1/2、レッツゴー。その次に胡椒胡椒1/2入れます。胡椒はちょっと少なくてもいいんだって。なかなか出てこないうちの胡椒まあ1/2の1/2ぐらい入れます。ナツメグ1/2入れます。小さじ、まあこんぐらい、ちょっとまあ振り落ちてるんでナツメグ入れます。いいかな。そしたら混ぜこ混ぜこします。混ざったなと思ったら粗熱を取るために別皿にまた移します。この玉ねぎとひき肉ちゃんたちもだけどね、あれ全然出てないの
そう、玉ねぎとひき肉を冷まそうということで、別皿にレッツゴーです。よいしょ、別皿に移した。ら、玉ねぎとひき肉の粗熱を取ります。取っている間に、さあ、メインですね。メインなのかな、主役ですね。主役のじゃがいもちゃんを、じゃがいもちゃんと仲良くしていきたいと思います。ここからは、今までじゃがいもちゃん放置状態だったので、じゃがいも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 をしますと、じゃがいもを何をするかと言いますと、もうじゃがいもはなんて言ったらいいの、スチームレンジでふかしてある状態なので、皮を剥くことから始めます。フォー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 、もうね、そう、ふかしてある感じかな。そう、今回はちょっと割とね、いろんなもの放置することが多いです。あ、まあまあまあ、まあまあまあ、あったかい程度なので、じゃがいもちゃんを、じゃがいもちゃんの皮を剥いていきます。これはお手手でいけますね。まあ、あんま触り、ずっと触ってると、あの、ハチーって指がなってしまうので、素早く、素早くとか言いながら全然素早くできない人なんだけど。よいしょ。お。そう、まだまだこれからでございます。コロッケさんの完成までは。そうね、皮むかな、むかないコロッケもあるのでね、これはまあどちらでもいいっていうか。まあ皮むかないコロッケもあるのでね、そこまで正確にむかなくてもいいかもしれない。まあちょびっと皮が残ってる程度は全然良きだと思います。という感じで適当に剥いていきます。そしたら剥いたじゃがいもを大きいボウルにボーンって入れます。じゃがいもをこんぐらいの大きさのを3つ使うので、3つとも皮を剥いていきます。そう、じゃがいもは3つ使いますすごい今更3つ。あちちちち。あち。熱くないよね。熱くないと思った。こんにちは。よいしょ。よいしょ。あべ。いや。
2個目終了。3つ目に行こう。あ、少ない。あー少ないね。全然少ないね。こんな暑いなんて誰も言ってない。全然暑くない。大丈夫大丈夫。あ、本当に暑くない。本当に暑くないかも。だんだんあんまり暑くなくなってきたかもしれない。ね、多分ね、雑巾とかね、軍手とかでね、なんつったらいいんだろうね。包みながらやった方がいいと思うんだけど、まあそうすると雑巾とか軍手洗うのがめんどくさいんでしません。タオル。ごめんね。これはね、メイクイン、メイクインじゃがいも。雑巾とか言ってごめんね。どうだろう、袋で包んでも同じじゃないかな。熱そのままヒョンってきそうだけど、まああと1個もないので、もうすぐ終わるのでこのまま進めます。これがね、100個とかしないといけなかったらね、軍手したりね、布巾で巻いたりするけど、3つなんで3つなんですぐ終わりますと思って手でやります。よし、終わり。ちょっと手洗ってきます。よし、そしたら綿棒で粗めに潰します。そうね、100個も作るとお店レベルなんでね、給食の先生とかね、お店で働く人になったらね、布巾やぞ、ピンや手袋を使います。こんなもん粗すぎる。わかんないのよ、初めて作るからさ、どのぐらいで、どのぐらいね、お芋さんをね、じゃがいもをね、潰したらいいかとかわかんないからさ。確認したら粗すぎるって言われた。まあまあまあ、経験あるのみですからね。綿棒で潰します。粗すぎるって、それはもうただのじゃがいもだって言われました。やってる意味がないみたい。どうかな、もうちょっと10回、もう10回。あ、もう10回数えてなかった、もう一回やろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,171,172,173,174,175,156,167,178,179,190,191,192,193,194,155,156,167,168,179,190,191,192,
ぶしたじゃがいもに砂糖、みりん、酒を大さじ1ずつ、醤油を大さじ2入れます。砂糖、みりん、酒、大さじ1、醤油大さじ2。まあでも砂糖はそんな大さじ1もいらないと思うので、大さじ1か、うん、大さじいかないくらい入れて、続いてみりん大さじ1、足りそうだね。砂糖だけちょい少なめで、はい、みりん大さじ1、レッツゴー。酒大さじ1、レッツゴー。で、醤油大さじ2、これもそんないらないかな、大さじ2なんとなくいくぐらい、そんなご丁寧に大さじ2なくてもいいかも。よいしょ。そしたらまた混ぜます。しっかり混ぜましょう。
回混ぜていきます。全体がちゃんと混ざるようにこっちでやる。よいしょ、綿棒ありがとう。混ぜます。そう、初めて作るコロッケなので忠実にやっていきたいと思います。混ぜ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 、みんな仲良く混ざってちょうだいという気持ちでしっかり混ぜます。これでちょっとあまりにも大きすぎる塊がいたら崩します。ちょっとあれ粗すぎたなと思ったら崩します。サラダさん50回ありがとうございます。もう良きかな、良き。はい、このぐらい混ざったらさっき別皿に冷ましておいたひき肉と玉ねぎを加えます。レッツゴー。なんかちょっともうコロッケ感がすでにしてきてる。ちゃんとオッケー、入れたらまた混ぜます。混ぜ混ぜ、今こんな感じ。また混ぜ混ぜします。まあ全体がなんとなく混ざったら終了ですね。混ぜ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 、10等分にします。苦手だ、何等分とか苦手だ私。どうよどうしよう、どうしよう、でもどうしよう。私半分に割りなさいとか得意じゃないんだよね。半分はできてって感じなんだけど苦手なんですよ、半分がどうしてもできない。全然半分じゃなくなってしまう。まずこのボールにちょっと均等に広げて半分に切ろう。半分にペンってしてからまた1個ずつに。ここかな、半分、まあ半分しゃ。で5に分ける。難しいな、これが一番。1,2,3,4だ、これ 1,2,3 えい、いいね。5等分、半分にしたのをさらに5に分ける。あ、そう、あーでもね、よく見えないね。どこで分けたかよく見えないね。まあなんとなくでいいかな。まあなんとなくでなんとかなるでしょ。あ、分けたけど分け目が全然見えない。
どうしよう。まあそんなこともあるよねって感じで前向きにいきましょう。そんなこともあるさ。見ます、分けたの。私がすっごい一生懸命分けた感じ、これなんも見えねえぐさぐさされてるだけだったまあ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 、なんとかなるなる、食べれたらいいんだ。衣を作ります。ね、全然わかんないよね。私も思った、自分で見て思った、なんじゃこりゃって気にしない気にしない、細かいことなんか気にしません。衣を作ります。これは小麦粉、小麦粉大さじ1、少し白飛びしてる。小麦粉大さじ1、にイン卵1、卵1個入れます。はい、はい、私年々卵割るの下手になってきてるんだよね。したらこれを、これに水、どんぐらいだこれは、大さじ2、大さじ2お水を入れます。小麦粉大さじ1、卵1個、お水大さじ2をお皿に入れて混ぜます。混ぜ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 、みんな混ざってちょうだいと思いながら混ぜ混ぜして衣を作ります。まあ、ちょっとダマになってても気にしません。食べるのは自分です。まあある程度大きいねダマダマがいったら潰すけど、ある程度は気にしない。そういう性格です。失礼します。でも気になるよねどっちなんだろうっていう気になるよね。ダマあるとね、わかる。ダマダマ残ってると気になるよね。できるだけ潰します。自分がやりたいなと思う具合までは潰します。多分ベラとかで潰した方が多分きっと効率よく潰せると思う。ホットケーキとかもさ、どうしてもダマダマできちゃうじゃないですか。気になるよね。気になるけど最終的にもう消えなくて私は諦めるタイプですそんなに気にならないので、食べた時にうお、ダマだってなることは特にないので、もう気にせずやっちゃうタイプ。すごい気になってるやんめちゃめちゃ気になってる菜箸、そう、まあ、菜箸だから長くてもね。でももう少し短い菜箸もあるよ。でも油は使うからね、長めで良きかな。衣終了。ちょっとダマあるけどそんなことは気にしない。したらさっき10等分にしたコロッケを形を作っていきます。丸くしていきます。とりあえず分ける。
で最後衣つけるときに形作る。とりあえず分けます10個に。さっき全然分かんなかったから切っちゃっただけじゃん。わあ、玉ねぎが自分の意思で動いてる。絶対にそんなことないのに。Oh, no. うん、適当でいいそうです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。とりあえず全部は食べないので、食べる分だけ形を作ってあげてきます。食べない分は衣を衣までつけて冷凍かね、冷凍します。10個分になりそう。パンパカパーン、パンパカパンパンパーン。出たら話、そっか、そのままいく。それじゃあ形なんとなく分けれたので、お面ごっこ、これをコロッケの形にして衣をつけてパン粉をつけてあげます。フライパン温めなきゃか。ふもふもふも、いいぞ。みんなには見えてないから落としそうになったの。何もなかったよって顔にしちゃう。形を作る。とりあえずコロッケってどんな形？5番？小判。小判の形にしていきます。コロッケちゃん、キュウリで、こんにちは。こんにちは。小判の形にしていくよ。あ、落としてないよ。そう、ギリギリ落とさなかった。こんなもん。えい。そしたら衣をつけてパン粉にレッツゴーする。パン粉こっち持ってきていい？落としてないよ。えらい落としたけど。そしたらさっき作った衣につけてパン粉につけるという作業をしていきます。はいはいはい、はい、素早く。いらない卵はちょっとごめんね、また後で来る。
で、クイッして、クイッてする。はい。で、これを何度も続けていきます。で、よき、全体につけます。衣を、すごい久しぶりに衣をつける作業する。いやー、型が崩れそうだ。やめてくれ。仲良くしてくれ、みんなで。崩れないで、喧嘩しないで、仲良くして、お願い。本当にお願い、心の底からお願い。そしたら他の9個もやっていきます。パン粉は粗いパン粉、こんなパン粉。ちょっと私の手パン粉まみれで申し訳ないんですけど。そしたら他もやっていきます。小判型にコロッケを形成して、ちょっとね、私のお手がだんだんこれからパン粉まみれになっていくんですけど、気にしないでください。真ん中だけ膨らみがちだけど、そんなことないようにしていきましょう。最高。わよしか、パン粉の海へレッツゴー。ラララララララ何の曲パン粉が自分の意思で動いてる。私は落としてないよし、オッケーかな。2個目終了。これさ、どうしたらいい？ずっとここにいる？みんなね、言うこと聞いてくれなくなっちゃう。だんだんして私の手がどんどんパン粉まみれになっていく。最後ね、自分の手あげれそう、あげないけど、絶対にあげないけどさ、絶対にあげたりはしないんだけど、あげれそうだよね。あ、いっていこう。はい、救出、パン粉の海から救出。よし、他もやっていこう。慣れてきた気がする。3つ目にして、あ、仲良くして、お願い、本当にお願いあまり慣れてなかった。よいしょ、よいしょ、パン粉の海へようこそ。楽しんでいってください。本日限りのね、パン粉の海なんでね、楽しんでいってもらえたら嬉しいです。明日にはこのパン粉の海存在しないのでね、楽しんでってください。はい、ちゃんとしたって、はい、したい、はい、ちゃんと反対潜って、はい、はい、潜るの上手だね君。こんな感じ。よいしょ。さあ、まだまだたくさんあります。やっていきましょう。パン粉の海で泳いだら痛いよ絶対超現実的な話すると絶対痛いよでもどうだろう、いい香りはするのかな。よしよしよ。なんやかんや順調かもしれないね、コロッケ作り。
よいしょよいしょよいしょ。さあパン粉の海へようこそ。ララララパンカ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 。よいしょよいしょ。どうかな。キュッキュッキュッ。ちゃんとパンクくっついてるかな。よし。キュッ。ね、時間はかかりますかなり。コロッケって結構手間かかりますよね。だから今までね作るよりね買うことの方が多かったんだけど、最近ねお家で作ったコロッケを食べてもう美味しさに感動してしまって、そうなの、めっちゃ美味しく、お店でね売ってるのももちろん美味しいんだけど、やっぱお家で作ると全然違って、本当にちょっとね時間かかっちゃうけどおすすめですよ、コロッケ作るの。こんなこと言ってるけど私も初めて作ってるんだけどね初めてコロッケ作ってる今。よいしょ。いや、オーマイガー、大丈夫、いけるそう、揚げたてがね美味しくて美味しくて、ポテトサラダをコロッケにしたことないですね。美味しそうだね。よいしょ。よいしょ、全体にパン粉をつけて。いい。よし。今は半分終わりました。あと5個、バイバイ。あ、ううよき息は足りると思う。肉じゃがもコロッケ、あーそういうこと。ちょっと腕だけお願いする。いけるいける、映んない全然映ってない、ね、たまん。確かになんかじゃがいもが入ってるご飯食べ物料理ね、かぼちゃにできちゃう何がかぼちゃにできるんじゃなくて、ごめんねちょっと違うんで、じゃがいもが入ってる料理全部コロッケにしても美味しそうですね。最終的になんて言ったらいいんだ、最初はね肉じゃがとかは肉じゃがで楽しんで、最後にコロッケにしても美味しそう。二度楽しめるって感じ。おおお。わ、すごい。卵白がくっついてくる。えい。すごい。順番、自分の手が揚げ物になってくるよ。揚げれそうだ。かぼちゃのコロッケも美味しいよね。かぼちゃも好きだし、カレーコロッケも好き、クリームコロッケも好き。